皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は絶望的な最後を迎えたアニメキャラを紹介していくわ。絶望的な最後か、アニメだからまだ許せるものだが、自分だったら絶対そんな最後は迎えたくないもんだぜ。昭和期から最近のアニメに至るまで幅広くピックアップしてきたから、お楽しみにね。全然楽しみじゃないんだがな。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。桜木ゆかり、アナザー。まず紹介するのは、同名小説が原作のアニメ、アナザーから、桜木ゆかりよ。ホラーミステリーサスペンスが融合した独自の世界観を持つ小説が原作だけあって、アニメもかなり複雑なストーリーをしているわ。とにかく次々と人が、出ていくっていう印象が強かったぜ。本作は主人公の榊原浩一が、父親の仕事の都合と自身の病気療養のため、読谷北中学校の3年3組に転入してくるところから始まるわ。そこで眼帯姿の少女、美咲メイトであったことをきっかけとして、このクラスにだけ伝わるという、ある呪いの謎に迫っていくという物語ね。その呪いのせいで、3年3組の生徒教師、さらに読谷市内に住む親族までもが、何らかの形で、亡してしまうのよ。はた迷惑な話だぜ。そして今回紹介する桜木ゆかりは、本編で描かれた最初の犠牲者よ。いわゆるメガネっ子で、3年3組のクラス委員長を務める、真面目な性格の女の子よ。高一のお見舞いにも来たことがあって、彼に好意を寄せているかのような描写もあったわ。メガネ好きにはたまらない見た目をしてるな。彼女が犠牲になるのは、本編第3話のことよ。母親が交通事故で、亡したという突然の知らせに驚き、ゆかりは慌てて帰ろうと走り出すのだけど、動揺していたせいか、階段から足を滑らせてしまうの。階段を走ってはいけないって、それ昔から言われてるから。それだけなら大きな怪我になるほどではなかったのかもしれないけど、なんと、持っていた傘の先が彼女の喉に突き刺さってしまうという最悪の事態に、痛い。救急車で運ばれるも、失血性ショックによりそのまま、亡してしまうのよ。この件がきっかけとなり、物語は一気に不穏さを増していくことになるのよ。ちなみにテレビ版ではこのシーンにはしっかり規制が入っていたけど、映像ソフト版ではそれもないから、かなりエグいシーンになっているらしいわ。傘が喉に刺さるんだもんな。それはそうだ。本作では他にもひどい、味方をする人物が多数いるけど、その中で彼女を選んだ理由があって、実は彼女は、原作漫画版、アニメ版そして実写映画版のどの作品においても、必ず同じ原因で、亡するというキャラなのよ。どうあがいても絶望。唯一、パチンコ版でなら、亡を回避するルートが制作されているから、一応、救いはあるってことで、それ救いって言わないからな。柿崎駿、超時空要塞マクロス。続いてはロボットアニメとして未だに根強い人気を誇るマクロスシリーズの元祖、超時空要塞マクロスから、柿崎駿を紹介するわ。柿崎。彼は主人公一条光がバーミリオン小隊の隊長に任命された際に登場したキャラで、同時に登場したのが、マクロスシリーズ最強と名高い天才マクシミリアン・ジーナスよ。マクロス最強キャラって話題ではほぼ満場一致でマックスが最強って結論になるんだよな。本人はパイロットとして劣ってるわけではなかったのだけど、物語の立場上、ヒカルやマックスの引き立て役になってしまった、ちょっとかわいそうな人ね。かなり大柄な見た目の通りの体色感で、特にステーキが大好物だったわ。そんな彼は第19話において、マクロスが敵の攻撃に耐えるために使用したバリアが、暴走してしまう現場に出くわしてしまうの。ヒカル、マックスと共に、どんどん膨張していくバリアから逃げようとするのだけど、バルキリーの変形がほんのわずかに遅れたことで、柿崎機だけが逃げ切れなかったのよ。最後はダメです隊長、間に合いません、という言葉を残して、彼は機体ごとバラバラになったわ。このシーンは一瞬だけ変形が遅れるってことで、柿崎が他の二人より技量が劣っていることが、わずかにだが読み取れる描写になってるんだよな。出撃前に一切れしか食べられなかったステーキが印象深い回だったわね。と、ここまではテレビアニメ版の話ね。劇場版である愛覚えていますかでは人物設定が変更されていて、柿崎はマックスと共に、ヒカルの同期の隊員ということになってるわ。またテレビアニメ版と異なり、中盤ではマックスが新隊長に任命されるの。3人で、女性の巨人ばかりの敵、メルトランディと戦闘することになって、事前にその力を目の当たりにしていたヒカルの話を聞いた柿崎は、相手が女性と侮ってしまい、軽口を叩いてヒカルをからかってしまうのよ。なんという回に書いたような、棒フラグだぜ。その通りで、直後に遠距離から奇襲攻撃を受けてしまい、敵弾が柿崎機に直撃、弾末魔の声とともに、あっさり退場となってしまうのよ。ある意味、テレビ版よりもひどい最後になったわね。どちらかというと、この劇場版の最後の方がファンの間ではよく話題になって、人物よりもその、に様ばかりをよく語られるという不遇のキャラにされてしまったわけよ。柿崎、かわいそうなやつ。余談だけど、
PS2 版のゲームで柿崎キを選択して、柿崎が、棒するシナリオを遊ぼうとすると、シナリオ開始のイベントだけで終了してしまい、リザルト場面には先ほど言っていた、柿崎が食べ損なったステーキが映るという、ファンなら薬とする小ネタがあるわ。無駄に細かいネタを仕込んでくるなおい。ミケザカリアス、進撃の巨人。さて次に紹介するのは、圧倒的な力を持つ巨人とそれに対抗する人間たちの戦いを描く作品、進撃の巨人から、ミケザカリアスよ。伏線の張り方と設定の緻密さが本当にうまい作品だと思うぜ。巨人によって、巨大な壁の中に生活圏を移さざるを得なくなった人類が、壁の外を調査するために組織したのが、ミケも所属する調査兵団よ。その最強の兵士と言われるのが作中屈指の人気キャラであるリヴァイなのだけど、ミケはなんとこのリヴァイに次ぐ実力を持つと言われるほどの人物なの。実際、複数の巨人を相手に戦い抜くことができ、作中でも限られた者にしかできない技である、回転斬りが使えるほどの実力者なのよ。その強さに加え、勇敢さと冷静さ、そして高い判断力と指揮能力を持っていて、上からも下からも信頼が厚い、非の打ちどころがない人格者という雰囲気だったわ。正直、私は忘れていたんだが、そんなにすごい人だったのか。ちなみに巨人の匂いを感知できるほどの高い嗅覚を持っていて、そのせいで少し匂いフェチを疑われるようなシーンがちらほらあったりするわ。やっぱりそういう残念なところが一つはないとな。と、そんな強キャラ感を醸し出していたミケだったけど、悲劇は唐突に訪れたわ。アニメ26話にて、知性を持つ獣の巨人の予想外の行動によって、ミケは片足を負傷してしまうの。そればかりか、空中戦を可能とする立体起動装置までも奪われてしまったのだけど、それでも勇気を失わず、ミケは剣一本を手に立ち上がるのよ。おお、かっこいいじゃないか。と、普通ならここで仲間たちが助けに現れる、というのが定番の流れになるわけだけど、本作にそんな甘い展開はないのよ。ですよねー。獣の巨人の命令により、それまで動かなかった周囲の巨人たちが一斉にミケに殺到したわ。その瞬間、とうとう心が折れてしまったミケは、それまでの彼からは想像もできないくらいの壮絶な悲鳴を上げてしまうのよ。でもその叫びも虚しく、彼は巨人たちによってあえなく捕食されてしまったわ。生きたまま食べられるっていうのは、想像もできないくらい怖そうだぜ。悲鳴を上げてしまうのも、正直無理ないよな。このシーンはアニメ版では原作以上に描写が詳しくなっていて、首がもげる、捕食されて足をバタつかせる、最後は動画真っ二つになる、などという凄惨なシーンになっていたわ。動く絵で見せられると、とにかくひどいグロシーンって印象が強くなるぜ。なお、総集編である劇場版覚醒の方向では、本編開始約10分でこのシーンが描かれるという、とんでもない地獄絵図になったらしいわ。最初からクライマックスだぜ。ってバカ野郎。ケイトブッシュ、機動戦士 V ガンダム。お次はガンダムシリーズから、屈指の打つ展開が多いことで知られる機動戦士 V ガンダムの、ケイト・ブッシュを紹介するわ。女ばかりのシュラク隊の隊員だぜ。彼女はサイド2出身の女パイロットで、レジスタンス組織リガミリティアの一員よ。作中の敵であるザンスカール帝国のやり方に危機感を覚えて、組織に参加したとされてるの。過去に事故により家族すべてを亡くしているという設定もあるわ。しかし、女性ばかりの隊員を率いる隊長のオリファーは羨まけしからんぜ。さて、そんな彼女に悲劇が起こったのはアニメ第14話のことよ。この回では、リガミリティアは衛星軌道上に荷物を運ぶための施設である、マスドライバーを守るために必死に戦っていたわ。しかし、戦闘の余波によってマスドライバーの支柱が損傷してしまうの。ケイトは自分のカルモビルスーツであるガンエイジを破損箇所に立たせて、文字通りの人柱となってマスドライバーを支えることになってしまうわ。確かに守らないといけない大事な施設だったのだろうが、それは無茶すぎるぜ。そうね、どう考えても戦闘中に無防備すぎる行動になってしまったわ。当然、敵もそれを見逃すほど甘くはなかったの。ザンスカールのパイロットであるクワンリーが乗るメッメドーザが近づいてきて、機体はそのまま。パイロットには、でもらうが、などというセリフを言うと、ビームサーベルで容赦なくガンエイジのコクピットを貫いたわ。当然、ケイトは即、してしまったの。ビームサーベルで焼かれての、防火、ミンチよりもひでえや状態だぜ。本作では多くのキャラが凄惨な最後を迎えることで有名だけど、ケイトの最後は比較的序盤に展開された中ではぶっちぎりのトラウマシーンとなってるわ。ちなみにその後、クワンリーは怒りに燃える主人公ウッソの V ガンダムによって、ジョジョのオラオララッシュよろしくボコボコに殴られまくった挙句、最後はコクピットを殴り潰されてしまったのよ。しっかりと報復を果たして、これでケイトも救われたと言えるでしょうね。そうはならんやろ。ユーフェミアリ・ブリタニア、コードギアス反落のルルーシュ。さて続いて紹介するのはクランプがキャラ原案を担当したことで話題となったアニメ、コードギアス反落のルルーシュから、ユーフェミアリ・ブリタニアを紹介するわ。キャラもメカもデザインが良かった作品だぜ。
ユーフェミアは主人公ルルーシュの一歳下のイボマイに当たる帝国の第三王女で、元は学生だったものの、イボ系であるクロビスが、亡したことにより、エリア11、つまり日本の副総督に就くこととなったの。とても心優しく、偏見もなく他者と接することができる性格の持ち主で、差別人種だった日本人のことも、分け隔てなく対応できる人格者だったわ。それだけでなく、時には毅然とした態度で立ち向かうという芯の強さも持ち合わせていて、まさに理想的なお姫様だったと言えるわね。でもこういういい人に限って、ひどい最後を迎えるんだよな。さすがマリサ、よくわかってるわね。褒められても全然嬉しくねえよ。ユーフェミアはその聡明さから、レジスタンスのリーダーであるゼロの正体を、わずかな情報だけで察知してしまったわ。そしてゼロの正体であるルルーシュと対話し、彼の考えや未来を憂いた結果、彼と和解したの。日本人を含めたみんなが幸せになれる世界を作るため、日本を行政特区にすると決意。ルルーシュもこれで万事うまくいくと確信した、その矢先のことだったわ。一体何が？ルルーシュが冗談で言った日本人を、せという言葉に、彼のギアスが反応してしまったの。その力によって、ユーフェミアは日本人を楽、せよという命令を軍に下し、自らもその逆、に加わり、多数の日本人を、害してしまうという惨事になるのよ。最悪の急展開。この頃はギアスの命令を解除する方法がなく、もうどうしようもないと判断したルルーシュは、自責の念を抱きながら、やむを得ず彼女を射、してしまうの。イボ兄弟であり、お互いが初恋の相手だったという二人の悲しい別れだったわ。なんかそこだけ聞くとすごい怪しい関係だな。この件は物語の大きなターニングポイントになっていて、ルルーシュとその親友スザクとの間に、深い溝を生む要因になってしまったのよ。主人公のうっかりで、害されるって、文字にするとちょっと間抜けだが、映像で見たら、あまりに悲劇的な展開だったんだろうな。一応、後にユーフェミアの無実が判明して、ある程度は彼女の名誉は回復されたそうよ。だとしても、救われないよな。君島かな、寄生獣性の確率。お次は平成初期に連載されていて、20年ほどを経てアニメ化された人気作寄生獣から、君島かなという少女を紹介するわ。寄生獣か、知る人ぞ知る名作漫画だな。人間に寄生して意のままに操るパラサイトと呼ばれる謎の生物によって、多数の、人事件が発生してしまう中、主人公泉真一はひょんなことから、右手にパラサイトが寄生してしまうの。真一は右と名付けたパラサイトと奇妙な友情を育みつつ、多くの事件を通じて成長していく、という物語になってるわね。とても考えさせられる構成になっていて、読むものを引きつける作品だったな。原作は連載当時である1990年頃の時代設定だったけど、アニメ版は2010年代の設定になってるから、デザイン面やツール面もかなり変更されてるの。今回紹介するかなも、原作では金髪の不良少女という感じだったところ、アニメでは黒髪で、今時の普通の女子高生っぽい外見になっているわ。とはいえ作中での動向はほぼ原作通りで、パラサイトを感知する特殊な能力に目覚めて、その力によって真一と知り合い、彼に好意を抱くようになっていくの。アニメ版、めちゃくちゃ可愛くなってるな。作中ではその能力の本質を理解できなかったから、真一のことを感知する力だと勘違いして、それが彼女の悲劇につながっていくの。真一には能力のせいでパラサイトに接触してしまうことを危惧されて、力を使わないよう忠告されるのだけど、カナはそれを無視してしまうわ。そして真一がいると思って入り込んだ廃墟で、パラサイトが人間を捕食している現場に遭遇。逃げる間もなく、背中から心臓を貫かれてしまうのよ。確かに、原作版と同じ流れなんだな。直後に真一が駆けつけ、パラサイトを一瞬で撃破してしまうも、もう手遅れで、カナは息を引き取ってしまうわ。原作とは違って、亡くなる間際にミリーの姿を目撃しているのが印象的ね。原作では最後まで真一がパラサイトと共生している事実を信じなかったんだよな。カナは白馬に乗った真一と結ばれる夢を何度も見るほど、彼に惹かれていたようで、その思い叶わず散ってしまった彼女の方が、ある意味でヒロインだったと言われるくらいよ。本来のヒロインである里美より可愛いからね、仕方ないね。ちなみにこの時の真一がパラサイトを撃破するシーンは作中屈指の名シーンでもあって、右、防御頼むのセリフと合わせてかなりかっこいいものになっているわ。原作でもあれは名シーンだったな。アニメ版、見てみたくなったぜ。元江姉妹、ブラッドシー。続いてはブラッドシリーズの3作目にあたるアニメブラッドシーから、元江姉妹を紹介するわ。サヤという名前の少女が日本刀を使って怪物と戦うっていう共通設定があるんだよな。そうね、作品間のつながりはないけど、共通の設定があるシリーズということになってるわ。本作でも、主人公の名前はキサラギサヤといって、日本刀を使って古き者と呼ばれる。奇怪な化け物たちと戦っているの。日本刀と美少女ってのはほんと映えるぜ。
そんなさよの高校のクラスメイトとして登場するのが元江姉妹よ。ねねとののという双子で、どちらが姉かなどは不明となってるわね。二人とも好奇心旺盛でありつつ、時々辛辣なことを言ったりもする。良くも悪くも普通の女子高生だったわ。美人姉妹って感じなんだな。ところが、それはあくまで表の顔でしかなかったのよ。おっと。実は二人とも、何かしらの犯罪をやらかした過去があって、そのもみ消しのために、本作の黒幕のとある計画に参加していた人物だったの。本性はとにかく凶暴で、バレなければどんな犯罪をしてもいいという思考だったわ。とんだ毒姉妹じゃないか。と、そんな性格だったために、物語終盤で計画への参加に飽きてしまい、黒幕を裏切るような行動を取ったため、それを知った黒幕に古き物を差し向けられ、見るも無残な最後を迎えることとなったのよ。自業自得といえばそれまでだな。その最後のシーンは、元よりグロ描写が多い本作の中でも屈指のものとなっているの。まずネネが、古き物に両足をつかまれ盛大なパンモロを披露してしまい、そのまま地面に何度も叩きつけられた上で捕食されるという末路をたどるわ。へ。そしてノノはさらにひどく、同じくパンモロを披露した後に、なんとまた先にされてしまい、やはり捕食されるという最後だったわ。また先。本人たちが擁護できないレベルの悪人だったから、ろくな最後にはならないだろうと思ってても、そのあまりに凄惨な、某シーンは、視聴者のトラウマの一つに数えられるわね。ちなみに本作は、流血シーンをあえてド派手にすることでリアリティを減らしてるというけど、むしろそのせいで打つ要素が上がってると思うのは、果たして気のせいかしらね。気のせいじゃないと思うんだぜ。サチ、ソードアートオンライン。次に紹介するのは大人気ライトノベル原作のアニメソードアートオンラインから、主人公キリトが入ったギルドメンバーの一人、サチを紹介するわ。名前とは裏腹にサチ薄そうな娘だぜ。本作はデスゲームとなってしまった MMORPG の SAO から脱出するため、一部の攻略組と呼ばれるプレイヤーたちがクリアを目指しているという世界観となってるわ。キリトもその攻略組の一人ではあったけど、特定のギルドに参加しないソロプレイヤーだったの。そんな中で出会ったのが、月夜の黒猫団というギルドで、サチはそのメンバーだったわ。勧誘されたキリトはギルドのメンバーとなり、サチやその他のメンバーと共に戦うことになるの。キリトは攻略組であることを隠し、自分のレベルも低く申告していたけど、共に行動するうちにメンバーも成長していって、加入から2ヶ月も経つ頃には、なんと攻略組に次ぐほどの実力を身につけていたわ。キリトにとっては最初の仲間と呼べる存在だったんだよな。ただ、サチはこのデスゲームに対して内心でかなり恐怖を感じていたの。攻略組へ参加しようとする仲間たちの前で、それを明かすこともできずに苦悩していたわ。それである夜に脱走をしようとするのだけど、キリトに発見されて保護されたの。そこで初めて自身の気持ちを明かして、この件をきっかけにキリトと親しくなっていったわ。キリト自身も、そんなサチや仲間たちを守ろうと決意を固めたのだけど、ところがギッチョンってやつだな。ある迷宮を探索中、欲をかいた仲間がトラップを発動させてしまい、回復アイテムを封じられた上で、大量のモンスターに囲まれてしまうという事態になるの。本来の実力を発揮したキリトでも防戦一方で、仲間たちは次々と、防していったわ。そしてとうとうサチも、岩石系エレメントの攻撃が致命傷となり、キリトに何かを言い残した直後、消滅してしまったのよ。うわぁ、なんて悲しい結末。この件はキリトの心にも深い傷を残して、後の物語では彼女らを弔う姿も確認できるわ。サチの最後の言葉は何だったんだ？後になってわかるのだけど、キリトへの感謝と、生きてほしいという願いだったわね。このメッセージを知ったキリトが再び立ち上がるという展開になってるの。ダートもキリトの心の支えになるなんて、本当にけなげな子だったんだな。合唱。キッチキッチン、伝説巨人イデオン。続いて紹介するのは、富野義行作品の中でも特に打つ要素が高いと言われる、伝説巨人イデオンから、キッチキッチンよ、イデオンか、これもとにかく敵味方ともに、にまくる作品という印象だぜ。2300年の未来を舞台に、とある星で異星人の遺跡が発掘されるの。その遺跡は合体して巨大な人型のロボットイデオンになって、その力を狙う異星人バッククランと激しい戦いを繰り広げるという物語になってるわ。最終的に地球人とバッククランの星間戦争に発展していくんだよな。そして今回紹介するキッチキッチンは、主人公のユウキコスモたちが訪れた、キャラル星に住んでいた少女よ。キャラル星軍の高級将校の娘で、バッククランによって壊滅した都市で、生き残りの子供たちと一緒に隠れていたの。はじめはコスモたちを異星人と勘違いして銃撃してくるなど、攻撃的な様子だったけど、後にバッククランと戦うコスモたちの姿を見て、なんとか和解するわ。
そのやりとりの中で、コスモはキッチンに好意を抱くようになって、キッチンの方も彼に惹かれていくという描写がされていたわ。戦いの中で出会った男女か、創作あるあるだが、そういうのって悲劇も多いんだよな。そうね、この二人の場合も例外じゃなかったわ。アニメ25話において、キッチンは子供たちをとある基地まで避難させていたのだけど、バッククランの軍人であるダラムと遭遇してしまい、彼に射殺されてしまうの。とっさのこととはいえ、無関係の人間だった彼女を、してしまったことを、ダラムは後悔していたわね。そういう戦争の生々しい部分を描くのは、富の運体の得意技だもんな。でも劇場版ではもっと悲惨なことになっていて、物語序盤に戦闘に巻き込まれてしまった結果、爆撃により、死亡することになるの。しかも、彼女の吹き飛んだ首がコスモのヘルメットのバイザーに映り込むという、本作の数ある鬱要素の一つになる描写があるわ。言葉で聞くだけでも心に来る展開だぜ。さらに余談だけど、小説版に至ってはなんと、コスモの誤射によって、死亡するという、最悪の展開になってるのよ。人の心とかないんか？やっぱりイデオンは鬱展開の宝庫だぜ。星の愛、推しの子。今回最後に紹介するのは、2023年大人気のアニメ推しの子から、物語のきっかけとなった伝説のアイドル、星の愛よ。派遣アニメ来た。アイドルグループ B 小町の不動のセンターで、文字通り天才的なアイドルだったわ。人を引きつける才能に溢れ、それを最大限に発揮する努力も日々欠かさず、自分自身の調律をミリ単位で行っているという徹底っぷりだったわ。そんな彼女は物語開始早々、体調不良を理由に活動休止をしてしまうのだけど、その真相は、妊娠していた双子を一目を避けて出産するためだったの。その結果生まれた双子の片割れが、本作の主役とも言うべきアクアだったわけだな。そうね、アクアとルビーの二人を出産した後、愛は再びアイドルとして活動を始めて、母親とアイドルという二重生活を送るの。とても10代の女の子と思えないくらいのバイタリティだぜ。母親として正直言ってダメな部類の愛だったけど、双子の秘密を守ることは徹底していて、それから数年間、全くバレる様子はなかったのよ。そして愛が二十歳になった時、ついに B 小町はドームでの公演を迎えることになったわ。その当日、彼女の家にある人物が訪れるの。玄関のドアを開け、その男が愛に祝福の言葉を投げかけた直後だったわ。男は隠し持っていたナイフで、愛を刺したのよ。あのシーンはもう、ショックという言葉しか出てこなかったな。この男はもともと愛の熱狂的なファンだったけど、ストーカー的な面を持ち合わせていて、愛が密かに妊娠出産していたことを知り、一方的な恨みを抱いての強行だったわ。ストーカーの中でも特に立ちの悪いタイプだぜ。その後、愛はアクアとルビーに対して、愛してるという言葉を残すの。そして、それまで人を愛するということをよくわかってなくて、アイドルとしても、ファンに愛してるという嘘をついてきた愛が、この時になって初めて、嘘の全くない、愛という感情を口にできたのよ。そのことに満足して、直後に彼女は息を引き取ったわ。こんな衝撃的なシーンが第1話のラストだったんだもんな。最初は推しのアイドルの子供に転生して、子供視点で母親を応援していくとか、そういうハートフルな話になると思っていたんだが、良くも悪くも裏切られたぜ。原作未読の視聴者には、愛の早すぎる退場は相当なサプライズになったみたいね。SNS では泣いたというコメントも多数寄せられていたわ。いや、あれは原作を読んでても泣けるシーンだったと思うぜ。というわけで、絶望的な最後を迎えたキャラの紹介は以上よ。どうだったマリサ？どれもこれも、涙なしでは語れないキャラばかりって感じだったぜ。まあ、一部は自業自得感もあったが。そのキャラの退場が、物語にとって大きな意味を持つことも多いわよね。そういう点では、必要な演出の一つと言ってもいいのかもしれないけど。でもやっぱり、こういうイベントってのは悲しいもんだぜ。動画を見てくれたみんなも、他の絶望キャラについてもコメントしてくれると嬉しいわ。その時はぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンもよろしく頼むぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。